んと育ててみる。あ、あ、聞こえますか？聞こえますか？聞こえる。はい、OK。はい、OK。ちょっとね、今日は、ゲームしようかどうかって、どうしようかなって思ってたんですけど、そもそも、なんか、普段使ってるメメメメってやつの、からログアウトしちゃって、間違えて。で、ログインできないようになってるんですよ。なんかすごい昔に作ったから、パスワードわかんなくなっちゃって。で、ちょっと、めめめめは卒業ですね。新しいアカウントでやっていこうかなっていう。うん。まあ大した問題じゃないですわ。どうせポイントだけなんで。というわけで、ちょっと今まだアカウントがないんで、まあ、ちょっと今日はゲームっていうか、まあ少なくとも PS4 はできないかな。なんでまあちょっと今日は、なんでまあ、適当に喋って、あんまりだ長時間の配信はできないよね。やっぱゲームがないとちょっときついんで、言うて。メールアドレス分かればパスワードリセット。いやいや、そもそもね、なんかね、スーパー適当に作ったな、みたいななんかアカウントで、これ多分もう消滅してるわ。事実上、この宇宙にないアドレスです。あるんだろうけど。あるんだろうけど、ないのと同じです。誰も探し当てられない。あ、そっかそっか。ちょっと待ってね。ちょっと待ってくださいね。配信始まったツイートね。OK。今日は、だゲームができないんですわ。ごめんなさい。先月のサブスク動画あったはずですよ。送ったはずですよ。はい。なんでまた新しいちょっとアカウントをね、作りますよ。新しくし。うん、サブスク動画は行ってるはずです。で、次のサブスク動画も、そろそろ、そろそろ、まあ、送ろうかなと思います。で、それで、スト4編もラストなんで、次でね、次で。だからまあ、なんだろうな。まあ、なんかやっていきますよ。サブスクライバー用動画のなんかね、面白いのかなっていう思えることを。ちょっと待ってね、レッドブル飲みます。よいしょ。こ
これ飲まなきゃな、始まんねえからな、一日は。サブスク動画はね、今ね、ちょっと待ってね。数えりゃわかるよ。最初がプロフェッショナル裏話。次がスト4編、スパ4編、スパ4 AE 編、スパ4 AE 2012編までやりました。なんで、第5弾まで来てますね。次が第6弾かな。で、スト4編は終わります。うん。第5弾までだから、あるはずよ。ノンシュガーはね、まあ、なんかあの、後引かないなっていう。最初の飲んだ感じ、こう、スッて飲んだ感じは一緒なんだけど、後引かないって感じ。うん、え？アーケード出た？まだでしょ？出るでしょ？まあなんでね、今日まあ今日ゲームできないんだけど、久々の個人配信っていうこともあって、まあ積もる話もあるんで、まあトークだけでもまあまあ時間は稼げるかなっていう。ロケテ？何の？ロケテって何の？昔外の練習に作ってためめめめサブ。ああ。いやだ、それもさ、だからそう、なんかもうわかんねえんだよ、ほんと。アカウントとかも超適当にやってたから。まあ、新しく作るわ。めめめめ、めめめめめ、めめ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 とかにするわ。スト5アーケード版のロケテは、行かねえだろ。行ってどうすんだよ。もう20年近く、ロケテなんか行ってねえわ。最後に行ったロケテね、カフェス2。それが最後。ホワイトボードに書いとくわ、次パスワードは。もうなあさ、何から話そうかな。最後、まず何？大きな話としては、まあ、トパンガリーがまあまあもちろんあるとして、ゲームショーがありました。ゲームショーの大会がありました。カラオケ大会がありました。でもまあそんなもんか？実は。実はそんなもん。実はそんなもんですか？実はそんなもんか。あ、インフィルさん、そこインフィルさんね。ちょっと待ってよ。あとなんだろうな。まあそんなもんか。他にないよね、多分ね。何から話しましょう。じゃあ時系列順、時系列順ですかね。 TGS が最初か。
TGS が最初か。TGS は、なんだろうね。何してたっけ、TGS で。俺も忘れちゃったよ。1日目が、そう、1日目がシャドバじゃない？確か。シャドバのイベントって1日目だよね。だから、木、金、土、日の木じゃない？違いますか？フードとやってたやつは、あれ、木曜日じゃない？最初は木曜。そうだよね。あれは、木曜日？あの日って、あれしかないっけ？あれ以外なんかあったっけ？配信してるようなことはあれぐらい？あ、あと会場配信してたか。会場で配信してたね。まあ会場で配信してたのは、まあ正直。まあまあいいとして。まあいいとして。あとは、シャドバプロとの対戦。まあ、結果は、ビーストチームが2勝しましたけど、まあ、あのゲームで、一先で、しかも相手は、なんだ、まあ、なんて言うんだろうな、ああいうのってな。格ゲーで言うと何なんだろうね。格ゲーで言うと、サブキャラ、みたいな。誰も使ってないけど意外とこのキャラいけるんですよみたいな、多分サブキャラを使ってくれたみたいな感じだよね。うん。まあ、で、プラス一先だから、まあ、勝つこともあるんだなっていう。ね。まあ。うん。いや、竜みたいなもんでしょ。まあね、フードは勝ってたね、普通に。普通にかどうか知らねえけど、まあ、うん、まあフードは本当にずっとやってるから、まあ、うまいんじゃないの。本当にうまいと思うよ。まあ、そのプロと比べてどうこうは知らんけど、うん、普通にフードさん上手ですねみたいな感じでプロも言ってたから、うん、まあ、うまいんでしょう。うん、まあ、いやでもなんか全然関係ないけど、シャドバのなんつうの、新しいカードみたいなのが出たんですよ。第10弾かな。で、まあ俺もかじった手前やるわけじゃない。なんかちょっとやっぱ楽しくなってきちゃってるし、やっちゃうからついつい。で、第10弾ですげえいろいろ変わったんだけど、なんかもうエルフが、俺のエルフがどっか行っちゃってきついっす。本当に。ああ、やっぱそうなの。やっぱしんどいよね。ああ、やっぱそうなんだ。俺だけがそう思ってるわけじゃないよね。きついよね。マジでなんか、あの何？ポイントっていうの？ BP じゃないけど、あるじゃん。なんか、減りっぱなしなんだよな。めちゃめちゃ減る。もうギュンギュン減ってってさ、これはきついなと思って。うん、まあでもエルフ使いますよ。エルフ使います。うん、別にね、プロじゃないんで、そこは差別化していきたいですよね。プロじゃないから、まあエルフでいいやみたいな。格ゲーはそういうわけにいかないけどね。うん。いや別に負けてもいいじゃんね、シャドパワー俺は。うん。あの、何？バンパイア？バンパイアちょっと、もう、何にもできずに終わる。5ターン目とか6ターン目ぐらいで終わっちゃうんだけど。ひどい時。まあいいやと思って。
やっぱそうなんだ、やったら多いもんな、ヴァンパイア。まあいいや、そんなことはまあいいですよ。そして、まあで1日目はそんなもんか、そんなもんだよね。で2日目はね、インタビューデーだったんですよ。僕はインタビューのみで、すごいよ、6社、1日で6社ですよ、インタビュー。で、気づいたことなんだけど、インタビューっていうのは頭使うんだなって。いつもは1時間とか2時間ぐらいで終わるから、長くてもね、長くても2時間ぐらいで終わるから、こうされたことのない質問をされても、まあその場でちょっとちょろちょろって変えてっていうか、まあ起点聞かせれば別に2時間ぐらいすぐ終わるんだけど、やっぱ4時間とか5時間話してるとすげえ疲れるね、インタビューって。あれはきつかったな、2日目はマジで。ただほらインタビューの内容みんな違うからさ、まあみんなじゃないけど、うん、だあのインタビューっていうのもだけど、まあ難しくて、例えばその講演とかみたいにその動画だと、まあほんとそのまんまじゃん、言ったことそのまんまじゃん。でも記事にするっていうのはやっぱその書き方一つでニュアンスが全然変わっちゃうから、あとその前後をカットされてたりすると、ああこの話こういう風に取られちゃうんじゃねえのっていうのもあるし、あれはやっぱ難しいよね、今更なんだけど。あ、これこういう意図で言ったんだけど、あ、この書き方だとそうは取られなそうだなっていうこととか、すげえやっぱ文章だとあるね、読み返すと。まあいいんですけどね。あとはで、まあ、2日目はそれでしょ。で3日目ってなんだっけ、3日目ってもう大会、あ、大会か、そうか、大会か、ああそうだな、3日目は大会、予選が3日目で、結局俺はプーンコと、ベロレンカに負けて終わって、なんかでも賞金も高いし、すげえなんつうかじっくり望みたい大会だよね、本当はね。ただまあなんかなんだかんだであんまりちゃんと向けて練習できてなかったなーっていう感じはしたな。キャミー戦やりてえなーと思って、前の日キャミー使いがいるとこ行ったけど、もう帰りますとか言われて、おいーみたいな。だからそのゲームショーの直前って多分結構海外の人たちも来てて、練習するには最適だったと思うんだけど、俺ゲームショー行ってたからもうなんかできなくてさ、練習があれちょっと残念だったな。2日目はだから、なんだあれは、シャオハイとかとやろうとしたのかな。うん。まあでもなんかもう疲れちゃってたから。うん。阿炎戦。うん、アビゲイル戦も前の日ちょっと板ざんってやったけど、なんか前よりはアビゲイル戦こんな感じの方がいいかなってちょっと自分の中では変化してんだけど、でもダメだったね結局。数やって負ける組み合わせではないとは思うんだけど、あ、ここ一番でやっぱ負けちゃうことが多いんだよなアビゲイルはな。
日目がそれで、それでもう帰ったもんね。で次の日も俺はゲームショーであるわけですよ。ゲームショーでハイパー X のイベントだけか。最終日はあれ、ちょっと待ってよ、シャドウのイベントがあったな、もう一回。それが金曜日にもあったんだな。うん、そうそう、一般の人たちと対戦したりする。まあそっちは負けたんだけど、それが金曜日か。で土曜日が予選か。うん、あ違うな、それが土曜日だ、それが土曜日だ。シャドバのイベントが終わった後に予選行ったんだ、思い出した。そうで日曜日はハイパー X 対戦ってなと、そんなもんか。でもゲームショーって、ゲームショーってそんなもんだよね。そんなのかな。ソーカル、ソーカル、ソーカル、ソーカル行ったね。ソーカ、あ、そう、ソーカル行ったね。忘れてたわ。ソーカルは、ん？あれ、俺ソーカル行ったよね。ゼク。あーそうだ、ゼクに負けたんだ。ゼク、ゼクと誰だっけ。あ、ゼクと G だ。うわ、完全に忘れてた。ゼクと G だ。あーそうだ、うん、まあでもまあそうだね。まあちょっとあれはまあまあいいかなって思っちゃったな、正直。そっかーって感じで。で、あとはで月曜日がカラオケ大会っていうのかな。月曜日のカラオケ大会、いやーあれはね、そう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 、第3回いつ頃っていうのは分かんないけど、ね、あれはカラオケはね、最初結構やっぱ最初のね、1週間とかもうちょいかな、1週間2週間ぐらいまでは結構人が少なくて、まあつっても20人いないぐらい、15、6人ぐらいのしかいなくて、うわぁ15、6人かみたいな。で、まあ、知り合いには一応声かけて、エータと、大黒と、最初はエータと大黒にだけ声かけてて、で、そっから、なんだっけ、そう、田中な、どうかなみたいな、ダメ元で、ダメ元でさ誘ってみて、したら、あ、全然いいっすよ、みたいな感じで。ただ、なんか田中が、51を誘ったっぽくて、で、51も行くっつって、でそれを聞いたドグラも、あ、俺も行きたいっす、みたいになって、あ、すげえ人増えたな、みたいな。で、孫にも声かけて、孫がうーんとか言って、ギリギリまで、どうしよっかな、とか言ってたんだけど、なんかやっぱ行くわ、とかっつって。で、あとは、俺が呼んだのってそんぐらい？あ、あと、初めはなんか、なんかこのコメントかなんかで、初めうまいよみたいなコメントあって、でフードにちょっとダメ元で聞いてみてくんね、みたいな。言ったら、OK です！びっくりマックみたいな感じで、フードから来て、あ、じゃあお願いみたいな。トラボは、そう、トラボはね、自分から来た。で、NL はね、聞いたんだけど、いや、月曜日はもう、帰ってますね、みたいなこと言ってて。
デネシスも自分で来たよ。デネシスも自分で来た。そう、抜きの司会、そう、抜きさん、なんか最近司会が多いみたいで、司会のスキルに磨きがかかってたね。うん。カフェ、ああ、カフェ、カフェがちょっとやっぱ笑っちゃったよな、あれは。かなり、俺ら的にはハイライトだったわ。いやいや、NL 通訳がね、いて。うん、あとは、あのさ、なんだっけ、ドラゴンボール歌ってた人いたじゃない。わかる？ドラゴンボールを歌ってた上手な人いたでしょ。あの人は、なんかね、たまたま、あ、そう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 、歌の先生なんだよね、あの人。あれはだからもう、なんかその、プロっつっても、その、歌の上手なプロよね、もう完全にね。その歌で勝負してる人だから完全にだから、まあ そうそう、まあそれは歌はうまいよね。なんかあれね、大山かなんかで俺あの人に実はもうすでに会ってて、なんかね、あれ大倉橋の時だったかな、大倉橋の決戦の時だったか、第1回の獣道だったか忘れたけど、の時になんか話しかけられて、まあ、今からニュートン行くんですよとか言われて、ああそうなんですねみたいな。でその時にちょっとまあ話をし、ちょっと話をした人だったんだけど、カラオケ大会来てくれて、うん、そうそうそう、そうそうそう、あ、いやいや、よく覚えてるなっていうか、言われたんだよ、あの時の人ですみたいな言われて、ああみたいな。書店員さん、あ、書店員さんはなんかね、フランス哲学とかやってるらしいよ。あの後なんか来てくれた人たちで、なんか近所の中華料理屋みたいな、大勢で行ける中華料理屋みたいなところ行って、結局は何、40人ぐらい行ったのかな、60人ぐらい来てるうちの40人ぐらい結局みんな行って、そこでなんかいろんな人と話をしたんだけど、そう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 、確かね。あ、田中菜来てなかったね。田中菜とドグラが2人とも体調が悪いっつって来なくて、うん、そう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 、あとは大黒が個人的に結構良かったなあ。あいつ何回連続で急病理由に来なかったんだっていう、あの座談会の時も、いやインフルでっつって、でなんかね、そカラオケ大会第1回のカラオケ大会もなんかあいつ来るって言ってた気がするんだよ、確かで、その時もインフルだった気がするんだよな、あいつ。うん。でそろそろインフルもうお前使えないよ、みたいな。2回使うだけでかなり、ね、カオスフレームもうバコバコに下がっちゃってんだけど、まだ行く？みたいな。ただ、さすがに、3度目の正直で、インフルエンザになんなかったっぽくて。うん。で、来てみたら、なかなか、良かったですね、彼は。個人的にはすごい、なんかの賞をあげても良かったなーって思うぐらい。うん。でもやっぱちょっと身内は不利だね。身内にはやっぱちょっと、身内っていうか知り合いには賞をあげづらいもんね。いいなーって思ってもさ。だからまあ、まあ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 。あ、孫優勝ね。まあ、
まあそうなっちゃうよね。で、そこはやっぱさ、なんかこっちもさ、なんつうの、まあしょうがないなっていうか、数字だからね。まあ言ったら人気勝負みたいな感じになっちゃうから。まあ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 。そう、孫さんもあの後ご機嫌でしたよ、ニッコニコで。あいつはまあ基本的に酒飲まないからね。あの日はなんか珍しく飲んでて、すごいご機嫌だったよ。孫も打ち上げ来てたね。いや、俺は孫と同じ席にいなかったね。常にどっかしら、もう席がね、1席、2席、3席、4席、5席、6、7？ いや、え？すげえ席数だったんだよ。席数っていうか、だから4人掛けテーブルみたいなのが、何個に分かれたんだ？ 1 箇所、2箇所、3箇所、4箇所、5箇所、6箇所、8箇所ぐらい分かれてて。だから、なんか、いろんなところ行って、話をしてたから。第3回ね、確かにね。だからなんかあのカラオケ大会に来てた人たちは飲めるんだが、無理して飲んだのかわかんないけど、みんな酒飲む人たちだったな。まあでもとりあえずなんか人がたくさん参加してもらってよかったな。海外の人たちも来たってのよかったな。あれはでもゲームショーのタイミングじゃなきゃ無理だろうからな。またそういうタイミングがいいかもね。ゲームショー終わりとか、逆にゲームショー前と、前は来づらいか。まあ、ゲームショー後とかね、前とかね。海外の人たちが来るついでにやると、面白いかもしんないね。地方の人たちも来やすいじゃん。ね、ゲームショーの日だと。ネネシスは来てないよ。っていうぐらいかな。っていうぐらいですか。でかい話だと、その次がじゃあトパンガリーグか。オンライン CPT。あ、オンライン CPT はね、俺、エントリーされてるの知んなくて。で、朝、なんか LINE 見たら、その、シロさんから、今日のアジアオンラインは10時からですとかっていう LINE が来てて、はぁ、みたいな。え？応援配信？みたいな。フード出る？え、でも応援、オンライン大会応援配信ってあんのかな？みたいな。なんかありましたっけみたいな。返信しても何も返事返ってこないから、まあいいやみたいな、俺に関係ねえしと思って。じゃあなんかトパンガリーグラインみたいなところで孫に、梅原さん不先輩になってますよとか言われて、はぁ、みたいな。不先輩も何も出てんの知らねえしと思って。多分だからあのエントリーってあれすげえ前にしたんだろうね。まだ CPT が全然確定してない頃に、確かに聞かれたような気がするんだよ。この頃にオンライン大会あると思うんですけど、出ます？みたいな。ああ、ポイント足んなかったらもう絶対出ますよね、みたいな。なんかそんな会話をしたの覚えてて、すっかり俺の中で、もう消えてて、そもそもオンライン大会あったんだ、みたいな。いや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 。まあまあまあ。あるあるですよ。で、でなんだっけ。
で、トパンガリーグか。トパンガリーグはね、まあその、トパンガリーグに向けてやった練習って多分チュンリー戦しかないんだけど、結局。まあ一応ネカリ戦もやりたいなとは思ったんだけど、まあ募集したんだけど、待てど暮らせど、2時間一応つけといたんだけどね、PS4 は。まあ入ってこなくて。ダメだな、これ。キャラとランクを限定するとこんなに釣れねえんだなっていう。そう。で、結局、ジョビンに聞いて、ジョビン暇みたいな。ただなんか、あ、なんか全然いいっすよ、みたいな。なんか、ジョビンにわざわざ会いに行って、やって。ちょろっと、ほんとちょろっとやって。まあいいや、みたいな。ネカリ戦、まあ7先でネカリ戦なら大丈夫かな、みたいな感じだったんだけど。逆にチュンリー戦はすごいやったね。知り合いのチュンリーとめちゃくちゃ。150戦ぐらいやったっぽくて、3日 ?4 日間ぐらいで。あれは、なんつうか、どっちか、でもまあ初日がマチャボーか。初日がマチャボーで、なんかなんつうんだろうね。まあ、いやまあ、マチャボーが強いのは分かってたんだけど、分かってたっていうか、その、なんつったらいいんだろうな。うん、まあ、ああ、なんかようやく、マチャボーでね、マチャボーとああいう大会だったのと多分初めてだったんだけど、うん。そう。そうね。まあ、やってきゃよかったね。ネカリ戦をね。ただなんか初日にネカリ戦っていうか、結構マチャボーと接戦になって、で、それが楽しかったの。接戦になったのが。楽しくて、ああ、なんかやっぱ長期戦って面白いなーって思って、改めて。やっぱ俺は長期戦が好きだなーって思って、まあ、初日にマチャボーに負けた時点でもうまあ無理だなみたいな、うん、抜けんのは多分無理っしょみたいな感じになったんだけど、でもなんか面白いし、まあ、どうせこれ終わったらまたね、トーナメント三昧になるから、三昧っつってもまあ今年もそろそろ終わるけど、なんか、うん、いい悔いのないように試合したいなって2日目以降は思えて、で、自分なりには、まあ、いい試合できたんじゃないかなっていう感じがあったから、1日目の接戦がなければそうは思えてなかったかもしれないから、そういう意味では良かったね。マチャボーとの対戦でそういう風に、気持ちを切り替えれたし、で、なんか、その、言ったら、CPT にあんまり関わんないって言ったらちょっとあれなんだけど、MOV とか、あれ ?MOV ってポイント何ポイントがあるんだっけ。まあでも確定はしてないよね。確定してないから、そのネカリとかチュンリーっていうのは、その、まあキャラっていうか、まあ人だよね。結局この人は来るなと思えばそのキャラの対策をみんなすると思うんだけど。いやそういう意味ではなんか CPT 常連じゃなかったから、こう、どれぐらいの今強さなのかとかもわかんなかったんだけど、蓋開けてみたら、逆に、だからこそ、すごい強かったよね。強いっていうのは、その、技術がどうとかっていうことじゃなくて、なんか気持ちが、やっぱね、見てて、全体的に俺見てて思ったのは、俺は違ったよ。俺は、その、初日にマチャボーと、こうやって気合が入ったけど、他の CPT に出れる人たち、とか出れそうな人たちは、やっぱね、
100% 気合は入ってないんだなって思ったのよ、見てて。いや、それはわざと手を抜いてるとかじゃなくて、どうしてもやっぱ気持ちの上で、こう、まあ、ペース配分みたいなのがみんなあるから、そう。だけど、やっぱ、マチャボーとか MOV に関して言うと、ここで俺らはやるぞみたいな、やったるぞみたいな、国内の大会をやるぞみたいな、なんかそういう気迫みたいのをすげえやってて感じて、手ごわかったね、すげえ思ってたよりも全然、なんか厳しいプレーをするな、二人ともっていう。まあなんか、負けたんだけど、あのブロックでよかったなって思った、終わって。すごい楽しかったから、いいブロックに入れたなって思って。で、ハイタニーは、俺、合気戦が多分、なんだかんだで、ガイルでやってて一番得意な組み合わせだと思うんだけど、だから、すげえ厳しい条件で、まあ無理だなと思いつつも、もしかしたら合気戦だったらワンチャンあるかなって思えるぐらいには合気戦が結構、詰まってる自信があるから、今はね。だから、と思ったんだけど、結構、まあ、結構つっても7-4だから、まあ、ハイタニとしては納得いかないだろうけど、7-4っていう数字で、で、やってて思ったのは、決して、当たり前なんだけど、ガエル戦やるのは。なんか、適当じゃないっていうか、あ、ガエル戦結構やってるっていうか、考えてそうだなっていう、は感じた。俺、相当、合気戦は自分の、中で詰めてるから、詰めてるつもりだからね。それで、結局、向こうもまあやってるんだとしたら、まあ、ちょっとね、変な話になっちゃうけど、なんか全然引き離せなかったなと思って。まあ当たり前だよな。ガイル戦やらねえやつはいねえよな。そうだね。そう、最初のそうだよな、なんかやっぱトパンガリーグ、今年のトパンガリーグってCPT もある人たちはどうしても 100% の力入れられないと思うんだけど、でもやっぱいざ始まると面白いんだよな。特に予選の時点でも俺あんまり気合は入ってなかったけど、やっぱ本戦は面白かったわ。もうなんかやっていくうちにどんどん、なんか勝ちてーみたいな気持ちになってって、やっぱいいなーと思ったな。だからなんかやっぱしょうがないのかもしんないけど、時期をちょっともうちょっと別な時期にしてほしいよな。思いっきりあれに集中してやれるような時期にやれたらもっと楽しいだろうな。でもまあなんか楽しかったわ。やっぱ長期戦好きだなと思った。そうね、まあいつ頃って難しいよね。でも俺はその調整のタイミングがいつか分かんないけど、まあ CPT 終わってからじゃんっていう思うけどね。まあつってね、前回今回じゃなくて前回みたいに龍が調整でゴミになりましたみたいな、あんなんもうね、ああ、今回のトパンガリーグ、もう無理だな、みたいな感じになっちゃうからね。まあそういうリスクもあるけどね。そういうリスクもあるけど、やっぱ CPT 中はきついんじゃねえかな、と思うよな。そうね、調整体、まあだから、なんか前みたいな、前のトパンガリーグって、その賞金はともかくとして結構、
なんかプライドがかかってたと思うのよ、みんな。わかんないけど、まあ、おそらくと俺はそう思ってて。でもそれってやっぱり大会の数が今よりも少なかったし、うん、十分な時間を割けたからね。だからこそプライドもみんな持てたけどね。でもう今後多分そういうあそこまでのリソースを割くって無理だから、うん、でそうなっちゃうと、まあちょっとガチのイベントじゃなくてお祭り要素を重視して、まあだからそのケチがつくって言ったけど、まああえてみんなが、要するに CPT のが確定してる人と確定してない人だと、もう避ける時間とか、もう極端に違うと思うね。だから、変な話、トパンガリーグ出てるんだけど、もう CPT の方にキャラ対策してましたみたいな人も中にはいたと思うんだよ。中にはね。だそういうことがないように、まだみんながフラットな、今年の CPT どうなのか分かりませんっていう状態でやった方が、レベルは下がっちゃうかもしれないけど、まあ気持ちはいいかもね、みんなね。極端なそのキャラ調整とか来なきゃって話だけどね、うん、そうね。まあハイタインとかもまあそうだよね。正直俺がハイタインでも、まあガイル戦はともかく他のキャラはちょっとやっぱやらないと思うわ、うん、トパンガリーがどうでもいいとは思わないけど、どうでもいいとは思ってないだろうけど、やっぱちょっと CPT に出る方が先決だろうからね。まあそういう事情、それぞれの事情は出ちゃうよな。アーケード版出たらゲーセン、行きたいよね。行きたい。行きたいです。ただ、誰が行くんだろうね、ゲーセンって。だから俺はそのゲーセンに対するこだわりが強い方だから行くんだろうけど、行くんだろうけどっていうか、そのとりあえずは行くんだけど、人がいなきゃ当然行かないわけじゃん。だって、ね、わざわざ移動して、金かかって、みたいな。まあ、その、まあ、そこはどうでもいいんだけどね、そこは好きだからいいんだけど、っていうで、まあ、普通の人から考えるとデメリットの部分を押して、行く人がどのぐらいいるのかなっていう。そう。まあね、今オフラインの対戦環境もあるから、うん、あ？なんか今気になる情報、気になるコメントがあったら、はい。まあいいや。チーム戦があんの？チームのリーグ戦があんの？また。いや、俺がいい、ん？道場？知らずです。何ですか？ん？ CPT とは別に？ん？何それ？え？すいません、大会？公式のチーム戦大会？じゃあ、レイジのカプコン版みたいな感じ？へぇ。あ、そうなんだ。へぇ。え、国内だけ？ですか？ジェスライセンス持ってる人は賞金もらえる？へぇ。マジか。来年か。へえ。賞金いくら？ちなみに。あ、詳細はまだ。なんだ。なんだ。まず。は？ん？山が辞めたって何？ちょっ
なんか気になる情報が結構あるな。みんな俺の知らないこと知ってる。ケースケのゲーセンって何なの？さっきから出てくるネタでしょ。ヤバ卒業。あ、へえ。あ、そうなの。不動を一旦離れる。へえ、なるほど。あははは、なるほどね。はははは。ケースケタイでゲーセン作ったの。あいつ懲りねえなー。てかタイってゲーセン、タイってゲーセンってあんまないから、まあなあ、すげえなあいつ。いやあいつすげえわ、そのバイタリティ、バイタリティたるや。まあタイに行った際にはね、寄ろうかな、じゃあ。うん、せっかくだし。へえ、ああそうなんだ、ゲーセンではねえんだ。プップー、なるほどね。いや配信するとそういう知らねえ情報が知れるからいいね。コラ画像、あコラ画像はね、まあできないこともないんだろうけど、なんかちょっと今考えてんのは、一回送ってもらって、サブスク動画にとかにしようかなっていう。動画だったら結構安全じゃん。編集もできるし、まあなんならもう、ねえ、やべえところにはモザイクかけちゃってもいいと思うし。うん、獣店、獣店も止まっちゃってるね。確かにね。うん。この配信業というか、海外、難しいね、時間の使い方がね、本当に。ロケテ、あ、体質であるんだ。ロケテっつったってさ、なんか違うの？なんか違うんですか？家庭用と。違えば行くけど。行くけどっていうか行かねえけど別に。同じでしょ？うん。うん、あ、そう！仮想通貨さ、なんか俺、サンタロウさんとかからも連絡来て、なんか梅さん、なんか仮想通貨、なんだっけ、仮想通貨、ん？なんだっけな、なんて言われたんだっけな、なんかね、仮想通貨になんか絡んでますみたいな、なんかそんなようなノリで言われて、いや、全、いや、全、いや、全然みたいな、なんも知らないっすよみたいな。うん。ただ、いや、あれ、ちょっと、なんか俺の知り合いも、なんかそれで、買ったらしくて、ちょっと被害が出る、被害っていうか、違うんだとしたら、言った方が良くないですかみたいな感じで言われて。うん。一応、しのさんには言ったんだけどね。なんか、そんなんがあるら、そんな話があるらしいんで。うん。マジで知らねえからさ。そうそう。だから俺、買った人いんの？買った人いるの？っていうか、そのさ、なんだろうな、その、なんだろうな。いや、いや、結論っていうかね、事実だけ言うと全く
全く知らないし、でそれは事実、単なる事実なんだけど、その自分の気持ちとしてまず言いたいのは、やるわけない、やるわけないでしょって言いたい。これぐらいの言い方で言いたい。やるわけないでしょと言いたい。もうね、やるわけないのレベルがかなり上位すぎて、いや、まあいいよ、じゃあ100歩譲って、お金になるとしましょうよ、あれが、俺にとって。いらないでしょ、その、いらないでしょって言ったらだけど、なんか、そう、だから、ないな、そんなに、っていうか、なんか、生き、本当に言い過ぎじゃなく、生きていけりゃいいじゃん。別に生きていけばいいっていうか、その、なんつうんだろうな。例えばじゃあ俺が、ね、仮にじゃあ、1億円プレイヤーだとしましょうよ。仮にね。でさ、1億円プレイヤーってことは、この日本ではさ、生きていけるわけじゃん。普通に生きていけるっていうか、もう、まあ、まあ、ほぼ全てのサービスが受けれるわけじゃん。ほぼ全てね。ほぼ全てこの国内でのサービスを受けるわけじゃん。でそしたら2億にする意味ある。っていうのと同じで、まあ1億はちょっと極端かもしれないけど、じゃあまあ1000万が2000万でもいいし、2000万が4000万でも5000万、まあ選んでもいいんですけど、別にまあもらえるもんはもらうけど、その、さ、あるじゃん。なんつうの。そんなことをする必要ありますかっていう、その、ね。極端なこと言ったら、じゃあ、まあ、てか、まあ、まあ、言い過ぎかもしれないけど、なんか、まあまあいいや。まあ、とにかくやりませんよ。本当に。すごいよな。てかなんかもうあれだよな、だからそのあのなんつうの、競争としての金を稼ぐっていうことってあるわけじゃん。例えばビジネスマンとかさ、ビジネスマンっていうか、その起業家とかはやっぱさ、その金が欲しいっていうより、稼いだ額で、競争みたいなところあるじゃん。ポイントレースみたいな感じでね。まあ、それは、そういうのはわかるんだけどさ。生きてく上での、別に、金って、なんかいい、ね。ある程度でいいでしょって思うんだけどな。別に。そうね、でもなんかそれで買う人とかいるんだったら、まあまあ俺は逆にそのもしね、もし俺に釣られて買うんだとしたら、それは少なくとも俺のこと嫌いじゃないわけじゃん、まあ好きなわけじゃん。だとしたら俺がやるわけないって分かってほしいなっていうのはあるよね。それを俺がやるわけないよねっていう。嫌いならいいんだけどね。嫌いだったら、あ、こいつこういうことやるわって思ってもらって全然いいんだよ、嫌いだったら。でも買うってことは嫌いじゃないじゃん。うん、そこのちょっとそこはちょっとなんかな、おいおいって思っちゃうな。いやでもね、最近ですね、私ついに金の使い道見つかったかもしれないです。本当にこれはね、まあ、実際それに金使うかどうか分かんないですよ。分かんないですけど、ちょっと使ってもいいかなーって思っちゃった。
いや、シャドバは一応、なんだろう、エルフ以外は買ってないです。だからエルフ以外のカードは、何、レッ、ん、なんか、お金みたいなのに変えて、お金なんか、資源みたいなのに変えてる。うん。シャドバじゃないです、だからね。違います。あ、レッドエーテル、レッドエーテル。そう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 。いやいや、エルフ弱い、弱いからいいんですよ。うん。違う違う。いや、違う。いや、そんな金使って、いや、そんな大それた話じゃないんだけど、アンティークは、たまたまね、たまたま、普段行かないところを歩いてたところ、時に、なんだ、リサイクルショップみたいなのあったの。リサイクル、ちょっと待って。いや、違う。いや、アンティーク、いや、あれを例えば、なんかもう、本当に高いやつじゃないよ。あ、ごめん、アンティークって言い方よくなかったかな。リサイクルショップが楽しかった。うん、いや、何百万とか何十万とかじゃないよ。本当に。全然そんなレベルじゃないけど、まあ、本当にでもほら、服もさ、だって買わないんだよ、もう今。だって、もうスポンサーの服しか着ないから。ね？だから、例えば5000円ぐらいのさ、なんか、家具とか買うと、わ、買い物しちゃったなって思うわけ。わかります？うん。そんなね、あ、ごめん、アンティークって言い方が良くなかったか。うん。まあでも、まあそういうことよ。家に置けるからいいなと。壺？いや、壺は買わねえよ。うん。壺は買わないよね。いや、俺、壺をね、売る才能はあると思うんだけど、買うことは 100% ねえわ。うん。マジで服最後に買ったのいつだろうな、俺。最後にね、買った俺の服ね、ファミマかな？ファミマで買ったわ。ファミマで、朝びっしょびしょになっちゃって買ったね。それが最後かな。うん。だからもうね、本当に買う、物を買わないですよ。うん。そう。あ、そう、無印か。ああ、そう。でもね、びっくりしたんだけど、そのファミマで買った服が、近年俺が着た服の中で一番オシャレだったね。それにびっくりした。かっこいいなと思って、ファミマの服。いや、ごめん、これはこのスポンサーのシャツなんでね、おしゃれとかそういう次元では物語ってないですよ。いや、草屋 T は違うよ。草屋 T は刺し物、俺もわかるな。あれはダサいわ。はっきりダサい。それはわかる。だから草屋 T よりはかっこよかった。あれは、ダサいっていうかさ、もうなんかもう、色とかがもう、なんかやばいでしょ、だって。あの色でオシャレってもう、逆になんかもう、エルメスとかじゃないともう、オシャレにしてくんなそうだよね、あの色は。いや、ファミファスポンサードっていうか、厳密にあれ無地だろ。無地のシャツだもん。無印だもん。いや、エルメスクラスになると、あの色で、やっぱり。いや、でもあの、草屋 T がエルメスで売ってたら、やっぱおしゃれに見えると思うよ。正直。で、着てんのが俺じゃなくて、もっとなんか、ちゃんとした人だったら、おしゃれに見えると思うよ。うん。そういうもんだよ。そういうもんですよ。生地が違うな。確かに生地が違う。うん。そりゃそうだ。失礼。そうなんだよな。生地が違うんだよな。
ビーストチームの T シャツ？ビーストチームの T シャツってこれ？俺が今着てるやつ？これはスポンサーが書いてあるから無理だよ。でも、なんか、ビースティービーシャツみたいなのあったよね。あれはいけんじゃね？売ってるかどうか知らないけど、でもなんか持ってる人いた気がするな。いやもうアンティークの話はもうなんか全否定されてたからもういいわ。もうひっそり買うわ。ひっそり楽しむわ、アンティークで。アンティークっつってもあれよ、本当にそんなみんなが考えてるようなやつじゃないよ、本当に、うん、インテリアか、インテリアか、インテリアね、インテリアか、そう、インテリアね、そう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 、アンティーク、あ、骨董品、ごめんごめん、アンティークじゃないわ、すいません。いや、さすがにさ、そんなさ、そんなもんにさ、数百万とか、アホだろ。いや、アホだろって言ったら、趣味にしてる人も悪いけど、俺が買ってたらアホだろ。だって、こんなさ、ゲームのさ、ね、ゲームの服とかあんのにさ、それで、それで、どういうのが好みか。あ、それはいいですか。言わせてもらって。あの、正直、買わなかったんだけど、あのね、あ、これはちょっとごめん。正直ちょっと高かったっす。これは高いっす。あの、5万円らしいです。5万円するんだけど、ね。5万するんですよ。5万、そう、5万高いです。5万円して、高いなと思ったんだけど、まあ買わなかったよ。結果買わなかったんだけどね。ね、昭和のガソリンスタンドに置いてあった風の、なんかこういう、なんかこういう、なんかこういうやつ。なんか置物？昭和っぽいやつ。わかんない。俺も何だったんだろう。でもなんか良かったんだよ。汚れ具合とか。でもかっこいいな、これ、と思って。たまたま。なんだろうな、あれ。ちょっと待って。本当に何かわかんない。そう、わかんない。俺もわかんない。ただ、いや、機能はない。はっきり言って。機能はね、ないに等しい。ないに等しいっていうか、ないね。命かける。ない。あの、機能はない。ただ、かっこいいなっていうか、なんか、あの、ほら、さ、横浜の方だったか、神奈川の方にさ、なんかさ、あんじゃん。ラーハク？ラーハクってなんか昭和テイストだよね。館内だっけ？館内じゃねえか。なんかラーハク、ラーメン博物館ってさ、昭和テイストだよね。違う？あ、新横浜？違ったっけ？そうだよね。そうだよね。あの昭和のなんかこう、多分昭和の看板とか、あんじゃん。ああいうのすごい好きなのよ。それを連想させる、なんか、古い、ガソスター、すっげえ古い、なんかガソリンスタンドに置いてあったであろう、なんかこういう置物だった。まあ置物だね。うん。そう。それがね、あ、これ欲しいって思ったの。ただ、なんかやっぱちょっと、めったに見かけないし、大きかったのよ、ちょっとね。で、これって売り物ですかって言ったら、あ、それちょっと高いんだよね、って言われて。いくらですかさ。5万円すんだよね、って言われて。ああ、と思って。そう。そういうのはでもちょっと欲しいよね。うん。だから買わなかったよ。いいでしょ？買わなかったんだから。いや、ふっかけてないと思うよ。そんな人じゃなかったと思う。5万
や5万でね、全然5万ぐらいじゃないのっていう。いやそれは人から見りゃ1円にもなりませんよ。でもまあ買う人は5万でも買う可能性あるんじゃないのっていう。うん、全然いけ、うん、いやあれは5万ですよ。5万円のものですよ。いや買ってないよ、だから騙されてない、買ってないから。でもあれはいいなって、っていうかね、あのね、これ本当俺言いたいんだけど、あんなものにね値段なんてないんですよ、本当は。本当に5万ってあのおっさんが5万っつったら5万なんだよ。で俺がそれを聞いて、あ5万でいいんだって思ったら、それでもう5万なんだよ本当に。人によってはもう、じゃあむしろ5万5000円で引き取ってくださいみたいな、5000円払うんで引き取ってくださいみたいな人もいるかもしれない。それはね、人によって価値が違うんでいいんですよ。そう、でも結果買ってないですけどね。ええ、結果買ってないです。うん、そう、いやもうか、もうかね、金額なんてだってさあ、まあ昔、全然関係ない、ごめん、全然関係ない話、ちょっと関係ない話なんだけど、あれらしいじゃん。マグロって昔赤身の方が高級だったらしいじゃん。知ってた？皆さん。赤身の方が高級だったんですよ。そうそうそう。ね？今じゃあ、どんだけ高いんですか？トロ。アホみたいに高いでしょうか？でも昔は捨ててぽいぽいですよ。食えん食えんっつってね。ほらご覧なさい。あと例えばオーストラリアありますね、牛、オーストラリア牛、皆さんも食べたことあるでしょ、オージービーフ。牛が多すぎて、日本だと一番高いお肉なんですか、牛でしょ。牛、鶏、豚だと牛が一番高いでしょ。オーストラリアは牛が一番安いです。ね？ほら。絶対的じゃないわけですよ。つまり価値ってのは。日本人はさ、牛をありがたがって食うわけじゃん。うわぁ、今日はステーキだーとか言って。ね。だけど、オーストラリア人からしたら、えぇ、今日牛？みたいな。もうパーティーの時ぐらい鳥にしようよみたいな感じになるわけですよ。うん。ね？だからね、昭和のガソスタの置物は5万でいいんですよ。そんなもんだから価値なんて。うん。で、いきなりステーキなんてもうほんと、オーストラリアの人からしたらもう何やってんのお前らって感じですよ。オーストラリアの人からしたらね、うん、逆にも焼き日本の焼き鳥は安さーってなるよ。鳥が一番高いらしいんだけどね。うん、鳥貴族とか連れてったらびっくりすると思うよ、安さーっつって。そうそう、壺売る才能があるんですよ。壺売る才能があるんだけどね。壺売る才能があるからといって、別に仮想通貨のあれをやってるわけじゃないんですよ。うん、国産牛とオージービーフはさすがに差がない。いや、それもわからんぞ。200年後とかには。昔、和牛ブランドとか言われてたらしいね、みたいな。あ、全然あり得るからね、こんなものは。でもどこ行っても最近海外だと、アメリカとかでもね、大体どのレストラン行ってもね、和牛っていうメニューがあるの、別に。それぐらい日本の牛はね、やっぱブランド化してますわ。うん。そうそうそう。和牛のあれはすごい。ただそれは本当に俺は言っとくけど、わからんよ。数百年後は。トロが捨てられてましたからね、皆さん。
ポールが捨てられてましたから。でもね、それで言うとね、昔エビ原くん、漫画で言うエビ川くんがね、言ってたのよ。あの人はやっぱりこう本質を見る目があって、その頃にあの人が言ってたのは、本当に日本人というか世の中は間違ってると、絶対豚が一番うまいっつってて、もう値段とかでみんなその牛がうまい気がしてるけど絶対違うっつって、絶対豚が一番うまいって言い張ってて、俺もね、あれ、それはでもなんか俺も、まあ、一番うまいかどうか分かんないけど、確かにこんなに値段の差がつくほど味違うかなみたいな、確かに俺もなんか豚でいいなみたいな、吉野家でも豚丼あった時は結構豚丼食ってたしなみたいなあって、うん、だその頃からね、なんかね、高い食い物だからうまいってことはないなみたいな、うん、牛ですか、鳥、鳥ですか、あ、鳥、へえ、また鳥派が多いね、鳥派多いね。でも全部じゃあ値段が一緒です、 100g あたりの金額が全部一緒ですっつったら何食う？あ、鳥かも。え、牛？あ、牛なんだ。騙されてますね君たち。鳥が多いかな？ん？鳥、鳥さ、いや魚はちょっとなしで。鳥が多い？牛？鳥？うん、まあ分からん、早すぎて分からんが、そうだよな、そうだよな、まあ味覚は人それぞれだからな、うん、あ、他の人が今配信してんの？俺今日誰も配信しないと思って配信してんだけど、誰か配信してんの？あ、ハイタニが配信してんの今日。あ、マジか。月曜日はなんか結構穴場っていうか穴デーだなと思ってたんだけど、え、ももちとハイタリが別々に配信してんの、それもすごくね、せめて一緒にやれよっていう、まあ、大黒、あの大黒はまあいいや、大黒はいいや、うん、ああ大黒はいいや、むしろ大黒がやるとき教えて、俺も配信するわ、必ず必ずするわ。大黒な。大黒カラオケ良かったなあいつな。うん、あれは評価上げたよね大黒はね。
トラボ。トラボはでもなんか海外行った時とか、ちょこっと会話したことあるね。うん。トラボは、まだそんなにトラボという人間を、全体像を把握してないけど。まあ、ちょっと変わったやつだよな。うん。ゲスト。トラボとは。ははトラボとはね。ああ、いいかもね。面白いかもしれない。ん？サコさんも配信する？ああ、そうなんだ。まあ。あれってことは俺じゃ結構配信してんのかも。結構配信してる俺も。1時間以上やってる？ 1 時間以上やってるか。何分配信してんの俺。気がつきゃ結構やってるのか。全然そんな気しなかったわ。あっという間だな。どんぐらいやってる？あ、そんなやってる？そっかそっか。すいませんね。うん。ちょっとね、めめめめがね、なんだ、ログアウトしてしまいまして、で、もうログインできなくなっちゃったんですよ、もうその、何？アドレスが、あ？パスワード？うん、わかんなくてね。だからもう、めめめめ卒業です。ね。あ、そっか、これ、後から、最初の人には言ったんだけどね、後から来た人たちには言ってなかったんで、だから今日ゲームしてないのには、ちゃんと、ちゃんとした理由があるんですよ。うん。で、よくわかんねえ、超適当な Gmail のアドレスでさ、よく、これ絶対ねえだやつだろうなっていう。このためだけに作ったろうなっていう、わけわからんメールアドレスでよ。だからもう復活することはないさ、めめめめがね。うん、次の名前どうしようかな。次の名前どうしよっかな。うん、まあ適当な名前にするわ。名前なんて何でもいいわな。名前なんて何でもいいですよ。スポンサーを入れる。アカウント名にスポンサーを入れる。そういうのは自主的にやったことはないな。めちゃくちゃ長くなるしな、しかも。第5。あ？第、ん？第5じゃん、まず。第5、Twitch、RB、HX、CYZ、Beast、みたいな。長すぎだろ。だったら、めめめめでいいわな。めめめめに全部詰まってるわ。全部入ってるわ、そこに。だからさ、なんだっけ、シロさんに言われるわけよ。タイゴさんつってゲームショーで、今日これこれこういうインタビューがあるんですけど、自己紹介の時にこういう風に言ってくださいって言われるんだけど、それがなんか全部スポンサーのある言うわけ。確かね、なんだっけな、なんて言われて、なんだっけな、こんにちは梅原大吾です、あ違う違う、こんにちは
プロゲーマー、違う？プロゲーマーの、あ？違うな。プロゲーマーの梅原です。サイゲームスビーストです。レッドブルーハイパー X の、ああ違うわ、間違えた。あ、ツイッチグローバルアンバサダーので、サイゲームスビーストの梅原ですみたいな。で、レッドブルとハイパー X のアスリートもやってますみたいな、自己紹介をするわけよ。長いよな、長い長いってよ、ほんとに言うて宮尾キムコーですよ。もう笑っちゃうんだよな俺。あ、見た、見た人いる。いや俺最近気づいたっていうか、前から分かってたんだけど、あの決められたことを言うのがすごい苦手なの。だから最初の棒読み君になっちゃうんだよね絶対。で最初の公演、まあそれはあのツイッチとかで配信してないかったんだけど、まあ公演したことがあって、初めての公演、生まれて初めての公演した時に、初めての公演だったからどうしようと思って、ちゃんと文章に書き起こして喋る内容をね。でそれをカラオケボックス練習してたんだけど、すげえ変な感じでギクシャクしちゃうわけよ。でなんかうまくいかねえ、なんかうまくいかねえかなと思って、逆にその話す内容を紙に書かずに、言いたいことは結局何なんだっていうことを自分の頭の中で要点だけを押さえて喋ったら、すげえいつも通りに喋れたの。そうだからね、ダメなのよ、あのこれを言ってくださいとか、これを言おうと思ってることを言うのがものすごい下手なの。うん、本当にそうよ。だから俳優は無理ね、俳優は無理ね。自分の言葉じゃないっていうのはね、やっぱりダメだね。これ言ってくださいっていうのはできないんだよな。ちょっと痩せたよ、ちょっといけたよ、ちょっと痩せたよ。だあの何、カンペとかを見ながらこううまくやる人たちっているじゃん、あれは多分無理だよね。ああ無理無理。だからあの最初の、まあ皆さんね、まあ、ほとんどの人は知らないと思うんですけど、一番最初と2回目と3回目ぐらいもそうだったのかな、わかんないけど、ビースティビーが始めるときってウェルカム、え、なんだっけ、もう今言うのもちょっとあれなんだけど、ウェルカム第5座ビースティビーだっけ、あれも俺ひえって言われてて、いやさすがに無理ですと、俺が言うのはさすがに無理っつって、でゲストにお願いしますって言ってた。俺が言うのはマジで無理ですねっつって、それもう、うん、本当にそれだけは勘弁してくれっつって、それは言ってもらってました、大貫さんとかハメ子さんとかにね。
もう今思い出してもやっぱ言えないね。言えないね。言えないな。逆にすごいハキハキ言う回作ってみようかな。ここで。だって思ってないんだもん。んなウェルカム大御座 B さんって思ってないんだもん、別に。思ってないこと言えないよ。酒飲んでたら言えそうだね。酒飲んでたら言えそうだね。本当に思ってないこと言うのが苦手だな。そうだから俺ね、形式ってあるでしょ。形式的なものってこの世の中に5万とあるわけじゃないですか。5万とね。じゃあそのいいですよ。じゃあ配信が始まりました。ウェルカムなんちゃらって、ウェルカムトゥーなんちゃらってやります。でこれは形式です、セオリーですって言われても、そのなぜその形式ができたか分かんないと、なんかもうできないの。意味が分かんないから、それ本当にいるのって思っちゃうからできないの。でも自分でその自分が慣れ親しんで形式化してしまったことに対しては納得がいってるから別にいいんだけど、そう、え、これなんでっていう、なんでこれ必要だったのっていう、その成り立ちが分かんないと無理なんだよな。明けましておめでとう。苦手、意味わかんない。明けましておめでとうは本当にめちゃくちゃ言いたくねえわ。言うけどね。言われたら言うよ。だって嫌なやつだと思われちゃうじゃん。だから言うよ。でも自分から言ったことはない、多分ないはず。先手、俺が先手で明けましておめでとうございますって絶対ないはず。絶対後手だと思う。明けましておめでとうございますみたいなの言われて、ああ、でも甘く明けましておめでとうございますみたいな感じで言い返すだけ。それもそんなにハキハキ言ったことは多分人生でまだないはず。明けましておめでとうございますって言ったことないと思う。明けましておめでとうございますって言われて、ああ、明けましておめでとうございますみたいな感じで、もう言わないと嫌なやつだと思われるからね。それは嫌だから。嫌なやつだと思われるのはやっぱちょっと嫌だから。あげましょうございますみたいな言うけど、本当にね、だからもうそういうの全部苦手。お大事にとかも言いたくない。思ってねえし。お大事に明けましておめでとうございます。良いお年を。おめでとうございますもん。まああんま言いたくないわな。いただきますとね、いただきますごちそうさまは言います。それはだって感謝の言葉でしょ。それは作ってくれた人がいるわけじゃない。それは言いますよ。カップラーメン食うときには言わないよ。カップラーメン食うときには言わないけど、作ってもらったときには絶対いただきます言うし、それ意味が分かりゃいいのよ。作ってくれた人がいるわけじゃん。だそれは言うよ。だけど、お大事には意味が分からない。思ってないし。良いお年をも言いたくないよね。冠婚葬祭で嫌いです。で嫌いです。どで嫌いです。おはようは言うよ。おはようは言うし、お邪魔しますも言うよ。
あ、名刺交換したことないです。てか名刺持ってないです。いや名刺これもな言うとな、ちょっとこれはやめとくか。いやいいか。名刺ってあれ何のためにあんの？使ったことないんだけど、まだもらったものでも何使うのあれ。名前と連絡先？フルフルでいいでしょ。フルフルでこのご時世フルフルでいいよ。そうだよな、古い習慣だよな。俺がもらったことのある名刺で一番すごい名刺言っていい？一番昔さ、バーコードバトラーってあったの分かるかな。あの適当にバーコード読んでさ、まあ、あれはそのバーコードの値段とか関係なくその戦闘力が出るんだけど、仮に名刺バトラーっていうものがあったとしたら、俺は結構強い名刺を持ってる。ああ、これはねすごいですよ。まあ出るわけないんでね、出るわけないんで言いますけど、いや、あのね、ちょっとみんなね、ちょっとね、ダメ。それはちょっと、ハードル上げないで。そこも、ごめんなさい。その、世界的な感じで言うとちょっときつい。世界的な感じで言うとちょっときつい。うん。ね？そう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 。あのですね、あのですね、いや、ビル・ゲイツとかはだってさ、もう、だって叶わないじゃん、誰も。もうトップ3とかに入るでしょ。それはなしで。うん。あの、まあ、ちょっと先に答え言いますね。先に答え言いますね。あの、角川の、会長かな？強いっしょ、この、名刺バトラーかなり強いよね。レジェンドだよね。そうそう、つぐひこさんの方ね。弟の方かな。いや。あ、そうなの？そうなの？まあでもまあ俺が持ってる中では最強だわ。確実に最強ですいや、あ、そう、あ、高橋名人のもらったよ。高橋名人の名刺もらったよ。あ、そういうことね。いや、会えないっしょ。角川会長会えないっしょ。いやでも、西谷さんの名刺は俺持ってないかな。そっか。知名度か。まあ、知名度で価値を決めるんだったら確かにちょっとまあ変わってくるかもね。誰からもらった名刺がじゃあ一番有名なんだろうな。ていうか名刺もらったのって覚えてねえもんな俺。と言っ
Twitch の社長、ああ Twitch の副社長な、持ってるな、持ってるっていうかもらったな。あー、ケニーオメガ持ってない。あった、あった人、あった人で一番有名な人って誰なんだろうな。俺誰だろう。まあでもまあ芸能人なんてみんな有名だもんな、変わんねえよな。あ、ルーペ、あ、ルーペも確かに、いやまあ知名度なんてみんな大して変わらんだろ、みんな知ってんだろ、ねえ、うん、有吉、ああ、有吉、有吉かもね、うん、確かに。ルーペ、又吉、武井壮、黒木ひとみとかね、あとは大竹まこと、ショコタン、あとなんだっけ、あの森三中と結婚した人、あ、竹永、うん、森三中の人、あ、真鍋かおりもあったね、そういえばね、あ、そうそう、鈴木おさむか、あとはあれ、渡部、あの料理グルメの渡部と、大悟、ウィッシュの大悟、ユウ、ユウ、あ、そう、ユウね、誰だろうな、その中だとな、そうそうそう、アンジャッシュのね、歌広場、あとはまあルーペとかになっちゃうよね。大久保マリコ、大久保マリコ懐かしいな、大久保マリコ懐かしいな、うん、でもあの基本的にね、芸能人はね、実際に会うとめちゃくちゃ痩せてる、うん、ビビる痩せる、痩せてる、うん、黒木瞳とかめちゃくちゃ痩せっすよ、うん、いや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 、俺が太ってない頃もね、あ、あとなんだっけ、道珍、道珍、そう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 、いやいや俺は太ってるよ、太ってるけど、あとなんかすげえ印象良かった人いたんだよな、仮面ライダーかなんかのやってて、ラジオで男の人でね、名前なんだったかな、結構いい感じの、あ、この人ゲーム好きなんだなっていう、松田さん、あ、松田、あ、あ、そんなような名前の人だったね、うん、なんかいい感じの人だったな、この人は好きなんだろうなっていう、やっぱ丁寧な人はいいよね、印象に残るよね、うん、他にも何かあったかな、結構自分では忘れてるけど、あ、そうそう、仮面ライダー龍騎か、そう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 、ひらっときた、
イラッときたはここじゃ言えないな。いやいや、ほら、なんつうの、迷惑かかるじゃない、その人にね。いやーでもね、あ、そういえば、エータがね、CM 出てるらしいね。今コメントで出てて思ったけど。すごいね、彼。だから有名人が来てくれたわけですよ、カラオケ大会に。ありがたいね。子供に大人気か。だからエータが子供に大人気っていうのを聞くと、もう俺は子供に好かれるのはもう絶望しちゃうよね。あれをやんなきゃいけないわけでしょね。ああ無理だな。死を選ぶな。来世へ行くわ、それをしたら。ウェルカムツーなんとかでいいじゃない。まあ、もうそうだね。あそこまで行き切ってたら逆にいいよね。エータぐらいだったらね。いやでもすごいよ。意外なというか、まあ意外でもないけど、まああいつにはそういう才能があったんだね。だからなんか良かったよね、本当に。ビースティービーがきっかけで一番成功したんじゃないの、エータは。おそらくはね。いや、アンドリューもすごいけどね。アンドリューもそうだけど。あ、結構ね、その、みんな知らないだろうけど、裏の功労者はオリカスさんなんだけど、オリカスさんだけが何にもないんだよな。何にも好転しねえんだよ。それが面白いんだよな。そこが面白いんだよ、あの人は。うん。そうそうそう。いや、まあ、っていうか、その、なんだ。こう。なんつうんだろうな、やっぱ。そうね、やっぱこうグイグイいけないからね。グイグイいけないからさ、グイグイいけないし、責任を負うのも苦手だから、まあ、やっぱりちょっとチャンスはあったんだけどね。たくさんチャンスはあったんだけど、まあ、結局いいやってなっちゃってるよね、あの人もね。いや、チャンスっていうか別に、まあ乗っかろうともや乗っかれる話は結構あったと思うんだけど、いや結構ね、あの人ああ見えてね、選んでんだよな。
まあそういうこうなんつうんだろう、まあちょっとこうがっついてないところが面白いから、まあちょっと一緒にこういろいろやってるっていうのはちょっとあるよな。がっつくのが悪いとは思わないんだけどね。悪いとは思わないけど、まあそういう人はいっぱいいるじゃん。だからあんまりこう、もの珍しくないからな。面白いと思わなくなっちゃうな。俺だ、がっつかねってちょっと関係ない話かもしれないけど、俺、雀荘いた時に2年か2年半ぐらいいたけど、時給1回も上がんなかったからね。びっくりした、他のやつら時給上がってたって聞いて。でもああいうのもね、俺最近分かったんだけど、あんなも言ったもん勝ちなのよ。びっくりしたよ。あとが辞めた後にさ、いやー、しかしあんな時給で俺らもよくやってたよなっつったら、ボンとトヨポンが、えっ？とか言って。俺よりあいつら時給100円とか150円ぐらい高いんだよ。びっくりした。えっ？とか言って。まさか、何？初期スタートのままなの？とか言われて。はぁ？つって。なんでお前ら、なんでお前らそんなもらってんだよっつって。マサは、なんつうの、結構店を仕切ってるっていうか、なんかその、なんつうの、あいつはこの店長を目指してるみたいなところがあったの。俺と違って、俺はその麻雀がしたいだけの人間だったんだけど、あいつはもう、メンバー業として、結構真面目に考えてたから、あ、なんなら店長やりてえみたいな感じのやつだったから、まあ、それであいつの時給が上がるのはわかるんだ。ああ、まあ、あいつが自分から、いや、ちょっと時給上げてくださいよって言わなくても、まあ、上がることあると思うんだけど、トヨポン上がってんのはマジ意味わかんなかったからね。ああ、本当に。だから、まあ、別にあいつががっついたとは思わないけど、一言、ちょっと時給って上がんないんですかって一言俺が、その2年間ぐらいの間に1回でも言えば、多分上がったと思うんだまあ、でもそういうことよ。結局、ちょっとね、前のめりに行った方がいいんですよ。苦手ですけどね。そういうことはできないですけどね。だから俺も、あれだよ、ほんと、シノさんがいなかったら多分、相当不遇のはずだわ、プロゲーマーやってても。自分じゃ絶対言えねえもん。マジボラレスだと思うよ。まあ、実際ボラレスだしな、ずっと。若い頃は。今考えるとびっくりするようなボラレ方してたわ。最初怖かったもんな、しのさんの交渉が。他人との。えっと思って、そんな、相手に悪いんじゃないみたいな。ビビっちゃうよな。慣れてないと。あ、仮想通貨ね、そう、一応、まあ見てる人違うかもしんないか言うけど、あれ本当に違いますからね。気をつけてってのもおかしいけど、何にも知らないですから、僕は。お気をつけください。しのさん、しのさんはもともとはね、普通に働いてた人だよ。で、なんか、副業みたいな感じだったんだよな、俺のマネージャーっていうか。ずっと二人三脚でやってたんだよ。だから、今はほら、大所帯になっちゃったよね。フードもいて、ログもいて、ゲマウイもいて、
クリスティもいて、ね、大所帯になっちゃったけど、もともとは俺と2人でやってたんだよ、ずっと。うん、で、まあ、なんかうまくいき始めたからさ、こっちがね、本腰入れようかっていうふうになったのが、まあ、何年か前だよな。そう、そう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 。そうよ、そうよ。いやー、プロゲーマーとか無理っしょーっつって、ひよってたんだけど、いや、絶対私が何とかしますっつって言われて、ガンゴリ押し食らって、じゃあまあいっかーっつって、やってみたって感じ。責任感あるよな、ものすごく。なかなか言えないセリフだと思うし、実際それを行動に移すのも難しいよな。まあ、篠さん周りは結構篠さんリスペクト多いっぽいよ。ああ、ここだけの話。やっぱ一目置かれてるらしいよ。あそこまで大悟が行ったのは篠のおかげだろみたいな感じで言われてるらしいよ。アンドリュー、なんか酒飲みながら、なんだっけ、オリカスさんが、まあオリカスさん酒飲むと結構いろんな人話聞くから、アンドリューさーとか言って、アンドリューシノさんどう思ってんのとか言ったら、シノジーニアスって言ってたからね、酒飲んで酔っ払ってたけど、シノジーニアスっつって。まあアンドリューそんな感じなんだと思って。まあ最初の頃はでも副業だったから不手際も多かったけどな、めちゃくちゃ。まあ今となっては懐かしいですけど。オリカザさんを育てる誰が、俺が、俺がオリカザさんを育てるの？シノさんが無理だろ 無理だろ、クビにされてんだぞ いや俺ね、でもね、多分今まで生きてきて一番指摘した相手ってオリカスさんだわ。あなたそれおかしいですよとか、あなたそれ間違ってますよとか、あなたそれは良くないですよっていうのを一番言った相手、オリカスさん。めちゃくちゃ言いまくった。で、なんつうの、なんか、能力はもういいやん、別に。俺も人のこと言えないしね。そう、なんか、うっかりミスとかはもういいよ。もう、てか、なんなら俺の方が多いし。それはいいんだけど、そういうなんかこう、それだと人が嫌がるよっていうさ、あの人悪気はないから、絶対に。それだと人が嫌がることってない？ないですかね？っていうことよ。それはすげえ言まあ、俺も言われるんだけどね。俺も言われるんだけどね。あんなに、まあ、あんだけ人から言ってもらって、あんだけダメな人もなかなか珍しいよな。普通さ、人間ってさ、こ
やっぱ人から言ってもらえなくなって成長止まるわけじゃない。止まりがちなわけじゃない。まあ、自分で気づけるやつはいるよ。でもそれは一部でさ、普通は人からいろいろ言ってもらうことで良くなっていくわけじゃん。それで言うと、その人から何かを言わせない空気を作ってる人ってのは損だわね。一見完璧そうに見える人ってのは損じゃん。人から言ってもらえないからさ。でもその点で言うと、めちゃくちゃ人から言われるわけよ。もう全ての人、全てというか、あの人の周りみんなあの人に何でも言うと思うんだけど、それであの状態っていうのはすごいなって、逆にね、あれだけ言ってもらってあれっていうのはすごいなって。でも言われるから、まあちょっとずつ良くなってってんだろうな。まあ結構ゲーセンは俺年下だったから、やっぱ言われたよな、年上に。へこんでる雰囲気あるよ。あるある。もうね、へこんでる雰囲気出すんだよな。いやもう、ああっつって、そう。でしばらく落ち込んで、しばらくなんか無口になったりとかして、しばらく無口になったりとかして、それでも言うけどね、それでも言うけどね。俺が言われてへこむこと、こうへこむっていうほどの強い言葉を俺が最近言われたことってないけど、でもこう顧みることはあるよね、言われてね。ああ、そっか、俺そういう知らず知らずのうちにそういうことやっちゃってるかとかっていうのはある。うん、そういう時はちゃんと反省して結構直すそうとはしてるとは思うんだけどね。うん、例えば、例えばですか。いやいやいや、いや、パッと出てこねえな。酔っ払い配信の後とかは、あ、その酔っ払い配信ってさ、ものすごくわかりやすくさ、なんつうんだろうな、こう生きてて、普通の人がね、普通の人が生きててなかなか経験しない失態なわけじゃない、泥酔するっていう配信でね。だ、その次の日の朝とかは、ちょっとやったかなっていうのはある。ちょっとやったかな、ちょっとやっちゃったかなーってなる。うん。そう。でもそんぐらい。まあいいやって。ちょっとね、ちょっとある。さすがにちょっとある。オリカスさんとかに、まあオリカスさんとかまあいるわけじゃない。で、朝起きて、ちょっと散歩行きますかっつって、行きましょうかっつって歩いてて、ちょっと安いだからーとかっていうのはある。あるけど、まあ、いやまあいいっすよっつって。いや、あれでいいんすよみたいな、ね、言われて、だよねっつって、まあいっかいっかっつって、まあでもちょっとやりすぎたよなみたいな、まあちょっとねとか言っていうぐらいの反省会はある、うん、ぐらいの反省会はある。でもまたやるんだよなとか言いながら、
やりますねーとか言って。いや、俺酒でね、結構ね、その、いや、あれよ、だから、例えば初対面とかで、まあ初対面じゃなくてもいいけど、俺と酒を飲んで、まあ俺が泥酔するじゃない？で、ああ、もうあの人無理ですってなった人は、数えきれないほどいますよ。ちなみに。ね、なんとなく想像つくかもしんないけど。一回初対面で酒飲んで、うわ、あ、もう全然イメージした人違う、無理無理っつって。なる人はもうめっちゃいっぱいいるからね。めちゃめちゃいっぱいいるよ。そう。で、あ、やっちゃったかなーって思って、後から、まあ、いっかっつって。そうそう。まあ、いいやっつって。そうそう。いや、女とかじゃないよ。あ、まあ、女は大体ダメ。あ、でも女もね、そこはね、結構分かれる。全然平気って人もいれば、もう一発アウトの人もいて。そう。男も女も、人によるのよ。そう。まあ、ダメな人は別に、ああ、これダメなのね、つって。まあいいやって。窮屈な人間関係嫌いだから、まあ、泥酔した姿を見てダメなら、まあいいやって。俺と合わねえなって。感じ？泥酔してる人がダメな人って結構多いよ、むしろ。例えばさ、人生の中でそれがすごい嫌だったっていうよりかは、人生っていうか、社会に出てから嫌だったとかいうよりかは、例えば親がさ、酒癖悪かったとかだと、トラウマになったりする人いるのよ。親の酒癖が悪くて、だから、別にその酒飲んで暴力振るとか、酒飲んで、こう、何するってわけじゃないんだけども、泥酔してる人見るだけで条件反射的に嫌だっていう人はいるのよ。そう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 。だ、そういう人たちからすると、もう、あ、この人は親と同じダメ人間だわっつってなっちゃで、ごめんねっつって、ダメ人間ですよっつって。ただその結局、まあ、で、実際そうなのよ。確かに別にその悪いっていうか、嫌な人がいるのは分かるっていうことは、つまり良くないことでもあるんだと思うんだけど、そのいいんだよ、それで。そこで誰からも嫌われない立ち回りっていうのをしちゃうと、かえっても誰からも好かれなくなっちゃうからね。そっちの方がつまんないからいいんだよ、本当に。で、酒でやらかしたこといっぱいあるよ、俺。1ヶ月で3回財布盗まれたんだからね。すごいでしょ。もう記録だわ。すごいよ、本当に。さすがに記録だわ。ビビった。なんで俺外で泥酔するんだろうなーってね、さすがに反省しました。だからさすがにちょっと怪しまれたよね、銀行とか行ってね。こいつなんでこの短期間に何回もカード作り替えに来てんだよみたいな。家の近くの銀行なんだけどさ、しかもそこのさ、銀行員さん、俺のこと知っててさ、たまたま。チキリンさんの、なんか、ブログの読者なんですとかいう縁からさ、俺のこと知っててさ、なんかなんでこいつこんな何回もカード買いに来てんだろうみたいな。やべえやつじゃんと思って。事実やべえやつなんだけどさ。でも別に犯罪じゃねえから許してほしいなと思って。あ、つっても3年前ぐらいかな。もうちょっと前か。もっと前か。4年前ぐらいか。最近？あ、最近？最近なの？いや、プロ後。余裕でプロ後ですよ。余裕でプロ後です。いや、プロ5ですよ。
いや、しのさんもね、でもね、言ってくるよ。大悟さんっつって。酒を飲むときに、全然お酒飲んでもって構わないんですけど、人が見てるところではなるべく飲まない方がいいんじゃないですかと。言われて。あ、そうですかとか言って。ええー、とか言って。海外だと結構そういうの厳しいっていうか、海外は結構。なんかあれらしいんだよ。その泥酔とかは別にいいんだ。いい泥酔っていうか、まあ酒のっぽらないんだけど、ほら、やっぱ理性がさ、なくなっていくわけじゃない？酒飲むと。そうするとね、こう言っちゃいけないこととか、うっかり言っちゃったりとかする可能性があると。それは例えばほら、なんだろうな。別に俺がそういうこと言うかどうかは別にして、例えば差別とかさ。ね。差別にうるさいから、海外国は。そういうことをうっかり言っちゃう可能性もあるから、あんまり外で飲まない方がいいんじゃねえのっていう。そう。本当に日本人が全く意識しないような、本当些細なことでも、アメリカとかだと差別って言われちゃうから、みたいな。そう。まだそこまで敏感になるような段階じゃないと思うけどね。俺はね。一般の人がついついうっかり言っちゃうレベルの、明らかなやつじゃなくて、ついついうっかり言っちゃうレベルのことを、まあ言ってもまだギリギリ大丈夫と思うんだよね。知名度的に。もっともっと有名な人が言ったらさ、いろいろ言われちゃうんだろうけど。例えば、ねえ。極端な話、総理大臣とかもう一言一句気をつけて喋んなきゃいけないわけじゃん。マサはだから、あれ、ベイビー以降はやっぱちょっと気を使うようになったんじゃないの？ベイビー以降は。そう、変わってないあいつ。結構控えめにしてると思うけどね。いやいや、でもまあ言いたくもなるよな。あいつもさ、どっちかっていうと、まあ、俺と似たタイプでさ、結構じっくりやるタイプだから、ゲームをね。最終的にはかなり仕上げるっていうタイプなんだけど、なんかそんなに小器用にこなすタイプじゃないから、で、ナッシュもようやく自分のものになってきたなーって思ったところでの、調整でしょ？まあ、言いたくもなるわな。それはさ、やっぱ要領がいい人とそうじゃない人で、こう抱える気持ちって違うよな。マンガリーグもね、結局結構いいとこ行ったよね。まあ、なんか、あいつ的には、いやーなんかリーグ下がっといけるキャラばっかなんすわとか言ってて。キャラ自体は絶対弱いと思うんだけど、相性がいい組み合わせが多かったよね。伊吹も印象ほどきつくないはず。結構下がっといけるっぽい。
藤村いぶきへの秘策教えた？ああ、そう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 、俺がちょっとね、ワンポイントアドバイス教えたのよ。だからなんか、ああ、なるほどーとか言ってたよ。ああ、なるその考え方、ああとか言って。いつよ。言いそうでしょ？言ってたよ、言ってた、言ってた。声ちょっと裏返してたね、うん、あ、これはこいつ本当にいい情報を聞いたと思った声だなと思って、そうあんまり思ってない時はうーんって言うのよ、あいつ。俺が何か言ってもうーんって。3パターンなの。だから否定かうーんか、その声裏返りで、声裏返りだったから、あ、これはこいつの中でヒットだったんだなみたいな。うん、うーんはでもあれよ、否定じゃないからね。まあそうかなって本人も思ってる時。そう、だ2個ぐらい言ったんだよ、多分。伊吹線って これが大事だよってのと、あとこれ2個ぐらい言ったんじゃないか。そしたら、あーみたいな感じだったね。そういう考え方があるかみたいな。うん、だからそのアドバイス生きたのかな。あの試合でもあんだけ接戦だったってことは、なんかそういうのあったのかもしれないね、もしかしたらね。パナシじゃねえよ。パナシを、アドバイスがパナシなわけねえだろ。大体俺も別にパナそうと思って試合に臨んでるわけじゃないからね。なんか藤村戦はパナすみたいに思われてるかもしんないけど、うん、全然すごい丁寧にやろうと思って やるからね。その日の最初、席に座ってレバーを持ってるときは丁寧にやろうと思ってやるんだよ、本当に最初は。いや、最初っていうか最後までそうしたいんだよ。最後までそうしたいんだよ俺はね、うん、なんか気がつくと打っちゃってんだよな、気が。本当にはん、なんか犯罪者みたいなもんだろうな、やっちゃったみたいな。でもね、いや、あんだけ攻めが厳しいと、やっぱ打つわ。だから放置できないじゃん。藤村のさ、まあ、いぶきっていうキャラがまずそうってなんだけど、あんだけ攻撃力高いとさ、受けきれないでしょ、だって。ガードしてても死んじゃうしさ。うん。やっぱ攻めに結構寄ってるプレイヤーだと思うし、あんだけこう、圧かけられるともう出しちゃうよね。あーっつって。怖いっつって。まあでも格闘ゲームなんてさ、結局なんつうの、だって無敵技さ、絶対打たないかったら弱いじゃん、当たり前だけど。この人は、僕はもう、じゃあはい、宗教上の理由で無敵技絶対打ちませんっつって、弱いじゃんそれはね。だからってなると結局バランスの問題になっちゃうよな。相手の攻めが厳しいなと思う、打つしさ、結構様子見多いなと思う、打たねえしさ。それも理屈じゃないじゃん、なんか勘じゃん、雰囲気で打ったり打たなかったりになるからさ。サウラビとかには超パナスよ。だからもうパナシじゃないよね、もはやね。うん、もう予言、はいはい動く、はい動くっつって指さ、画面指さしながらサマ打つわ、はいはい、今お前手出すみたいな。あれはね、サウラビはね、サウラビクラスまで行けばよ、うん、あれ逆に宗教上の理由でもう、まあ手を出さなきゃいけないっていう厳しい掟があるから。
それであの強さなんだからすごい。フード、フードにもアドバイスして、結構なんかでもフードも、いや、結構あのアドバイスよかった。いや、いいっすみたいなこと言ってたような気がするけどな。やっぱな、自分じゃ気がつかねえ弱点ってやっぱみんなあると思うんで、誰しも。それをこう、言われたらやっぱり変わるんじゃね？プレーの質が。自分ではこう思ってこれやってたけど、傍から見てると明らかに弱点なんだなっていうことがさ、言ってもらえればさ、変わるじゃん。ね。俺は言われ、あんま言われないね。例えば、なんだろうね。ただ俺はその言ってもらうっていうのは、そう、水もんじゃない。期待できないことじゃない。だって誰、まず言ってもらったことが正しいかどうかも分かんないし、正しいことだとしても人が言ってくれるとは限らないし、ね。だから俺はなるべく自分で気づくように努力してるけどね。どうやったら自分で気づけるんだろうっていうのをむしろ考えたりとかして。でもまあ効率的なのは人からどんどん言ってもらう方が効率はいいわな。だっていろんな人の意見が聞けるわけだからな。スイッチパートナーパーティーはどうでしたか？あれはね、場所がね、まずね、どこだっけな？銀座？銀座で、行かない予定だったんだよな、最初。っていうのは、練習したかったから、東銀座の練習場所行ったわけですよ。で、よしっつって、ゲームショー終わって最速で向かって、たらもうすでに人がもうまばらで、あれ？と思って。たらなんかもうみんな帰りますとか言って、みんな帰ってっちゃって、速攻で。あらーと、せっかく来たのになーと思って。まあでもしょうがない、みんな予定があるからさ。でももう終わって、でしょうがねえから、銀座でパーティーやってるって言うから、じゃあまあついでだし行くか、っつって。そう。したら結構人いっぱいいて、結構楽しかったけどね。やっぱり。あ、こういう人たちがいるんだと思って、普段交流しないような人たちと交流してさ。え、場所行っちゃいけないの？そうなん？
初対面の人と話すのはね、得意になったね。さて、そうそう、モリッツとかもいたな。久しぶりに見たわ。まあしかしもういい時間だな。トパンが面白かったよ、トパンガリーグ。面白かった。やっぱりいいわ。長期戦好きだわ。負けちゃったけどな。負けちゃったけど面白かった。シャドバの配信はもうちょっと上手になってからじゃないとダメだね。ゲームなしは本当初ですけど、すいませんね。ちょっと今アカウントがないもんで。プレミア出るよ。CM も行くし。そうですか。サブスク動画はね、話してよ。だから、そろそろ新しいやつが出て、で、それで、スト4の話は終わり。で、それ以降またなんか新しいことをします。ね。ネカリとチュンリーに対するガイルの相性。まあ、ネカリは絶対ガイル有利だよね。ちょっと、なんかこう、詰めて、ネカリ戦は詰めて臨んだわけではなかったけど、まあ、組み合わせ的には絶対ガイルが有利だよね、あれは。間違いなく。チュンリー・ガイルは、キャラパワー的には比べるまでもなくガイルが圧倒的にキャラパワー強いんだけど、相性だけで言うと、結構いい勝負なんじゃねえのって思っちゃうけどね。なんかガイルの良さは出ない。ソニックはすげえ打ちづらいし、ソバットも打ちづらいから、あれは、かなり、どうなんだろうね。そんなにやり込んでないからわかんないけど。猫パンでソニックとソバット両方対応できちゃうっていうか、ではチュンリーが有利でもおかしくないんじゃないっていう感じ。ちょっとやった感じはね。少なくともガイル使いが普通に、他の組み合わせをやるようにガイルを使ってたら勝てない。立ち回りが不利だから。だからもう俺がやったのは結局もう立ち回りはもうほぼほぼ捨てちゃって、結局チュンリーの強みってのは中間も距離での立ち回りじゃん。だあれであそこで勝負しててもしょうがねえから、もう近距離。自分も不利だけどね。自分も不利な駆け引き、駆け不利っていうか、自分ももうやるかやられるかになっちゃうけど、中途半端に立ち回りで勝とうとするよりは効率がいいなと思って、もう我慢、死ぬ気で我慢して、で、寄ってきたところを叩くっていう、しかなかったな、まあ俺の短い期間での結論は。で、やっぱその作戦をやろうと思えるのも長期戦のいいとこなんだよな。そんなさ、まあ今のところトーナメントで当たってもそれしか俺にとっての、なんつうか、武器っていうか作戦ってないんだけど、チュンリー戦に関しては。でも、長期戦だったらさ、そういう我慢比べで負けてもさ、納得がいくじゃん。なんかすげえ、もう我慢比べで、もう絶対、なんか気持ちが折れた方が負けるみたいな勝負なわけじゃないや、ガイル・チュンリーとかって。少なくとも今回はそういう試合だったじゃん。攻略っていうよりはもうなんか、2D 格闘ゲームっていうか、スト2系の本質的な、結局、投げるしかないみたいな、最後は投げるしかないみたいなところを利用して戦うっていう、でもそんなの攻略じゃないからさ、キャラベース対策とかでもないし。だから、まあ最終手段だよね、あれはね。長期戦だったらやってやるぜって思いながらああいうことができるけど、例えば2先でさ、
で、チュンリー寄ってくるの待ってさ、どうこうしようってのは、結果は一緒だよ。岬だろうが、長期戦だろうが、やってることは一緒だけど、気持ちの問題としてなんかもっとスマートに勝ちたいよね。岬とかだとね。我慢比べしても、なんかもっと早く結果が出ちゃうからな。ああいう作戦で、あんまやりたくないよな。マチャボ戦の最後の試合で画面中央でいきなりサマーパナした。あ、あれね。なんか疲れてたんだろう。なんかね。なんか動いたように見えたんだよ。ネカリが。動いたように見えて、で、打ったんだけど、とっさに。全然動いてなくて。まあ、精神力負けだよね。まあでも、ああいうのは結局長期戦で。長期戦であれが出るってことは負けですよ、やっぱり。あれ勝ってやな、結局。まあ、結果論だけどな、決勝リーグには行けて。まあでももうあんな疲れる試合、もうあの後もずっとやるのかと思うと、ちょっと、もう気が遠くなるから、なんか気持ちよく終われてもしかしたら良かったかもしれないよな。試合のなんか、結果はともかく内容には満足してるから、3試合とも。まあ、あれぐらいで勘弁してくださいって感じ。勝たなくてもしかしたらよかったかもって。結果論だけど。残りたかったけどね。決勝リーグ行きたいなって心から思ったけど、今考えると、あんな試合また何試合もやらされるのかと思うと、きついよな。サムスピは今んとこやる予定ないな。でも、やっぱりああいう試合ってさ、まあ、マチャボーもそうだし、エムオブもそうだし、まあ、10対9っていう、10対9までいったのって俺だけかな？全試合通して。19までいってないよね。違う？そんなことない？19っていう接戦までいったのは俺だけだよね。そうだよね。18だもんね。18あったけど19あったでしょ？で、19ってまあ、勝った方も負けた方もさ、面白いもんでさ、なんか気持ちいいんだよな。負けて悔しいはあるよ。でもなんか気持ちいいんだよ。なんか、あ、いい試合できたなって思えるから、19はね、いいのよ。勝った方も負けた方も清々しいの。ってのあるよね。俺さ、2回できたから、ちょっと楽しめたなっていう。マチャボーはなんか、やっぱり、やっぱいいプレイヤーだからな。ちょっとスト5は慣れるのに時間かかってたけど、改めてやっぱ強えなと思ったから。次やるときはちゃんと、ネカリ戦をガッチガチに詰めてやりたいね。トパンが優勝は、誰だろうな。誰がいいんだっけ？ガチ君、MOV、藤村、サコさん、で、ガフロさん、あともう一人誰だっけ？フードか。いや、誰だろうな。七崎でしょ？一番穴がないのは藤村になるのかな？負け越してる相手っていないんじゃねえかな？その中で。わかんねえけど。どうなんだろう。藤村がいっぱい、どっかでいっぱいすると、フードとサコさんがめちゃめちゃ多分有利になって。
いやー、どうなんだろうね。まあでもその3人なんじゃねえかな。やっぱりな。ガチくん。あ、でもガチくんもあんのか。ガチくんが全然あんのか。うん、わからん。最近の、あれはわからんけど、まあ、その辺だろうな。あとは、まあ、MOF やキャラ的にもうきついだろうな。まずメナトが無理だろうし。うん。で、ラシードと、なんだっけ。ラシードと、イブキもきついだろう。だまあ、MOF はちょっと、お疲れって感じだよな。ガフロさんがどうか。まあ、予選がね、すごい勢いだったからあれだけど。決勝リーグは厳しそうだけどな、7先で。うん。待ってとこうかな。ちゅうとこですかね。まあ、俺も一応、海外遠征とか大会が一段落ついたから、個人配信は、頻度はちょっと高めようかなと思ってますよ。それで、まあ、ゲームはね、ちょっとアカウントを新しく作って、あれしようと。そしたらまたゲームできるんで。はい。まあちょっと今日は、ね、雑談だけになってしまいましたが。じゃあ、まあ皆さん、良いお年を、じゃねえな。なんだ。お大事に。どうだ。体には気をつけて。あれ？あ